ことが重要になってきます。初球打ちレフトライナー掴んでまずワンアウトです。バッターは2番に入っている浅村。大谷まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。いい打球だ。高く上がった。ボールはそのままフェンスに直撃。ワンアウトランナー一塁となりました。3番バッター辰巳ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。いい当たり。弾き返した打球はセンターへ。バッターボックスに初球打ち。ワンバウンドヒットになりました。マリーンズピンチになりました。ツーアウト二塁一塁。さあそしてバッターボックスには島内が入ります。さあ得点圏には先制のランナー痛烈。これはセカンドライナー振ります。何で来るか。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワン打ちました。ライン際に打球が飛んでいる。ライト線を深々と破るヒットになりました。バッターライト方向を流しました。サードランナータッチアップ。チーサードランナー今だってミートがうまいように大きいのを打ってきました。追っつけて打ちました。ヒットになった。サードランナー鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。千葉ロッテマリーンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。小宮山さん、先頭バッターは2番に入っている山田。ヒットでランナーを1塁に置いています。まず何を投げてくるか。痛烈ヒットになった。マリーンズピンチランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握る。打ちました。いい当たり。タッチアップ。3塁へ送球。さあそして打席には浅村が入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたがピンチは続きます。まあやはり先制されるのは避けたいですからしっかり集中したいですよね。なるほど。走ってきた。ヒットエンドラン。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。ホームに投球する。ファーストランはい。ここで申告敬遠を選択。勝負を避けました。バッターは一塁に向かいます。さあそしてバッターボックスには青木が入ります。さあなおもピンチが続きます。ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど。そうですね。初球は何から入ってくるか。真ん中打ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナー1球目真ん中打ちました。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする。セカンドランナーホームイン。ドラゴンズ1点追加します。警戒して。豪快なスイング打ちました。セカンドランナータッチアップ。三塁へ送球する。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。スタンドには届きません。サードランナーホームイン。これが1球目。打ちました。高く上がった。スキーサーさん。マリーンズ千葉ロッテマリーンズのゲームを解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。
里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。ストライク、素晴らしい球ですよね。フェア、一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っているバース。菅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチバッター、ライトへ打球伸びる、ライト掴んで2アウト。バッターボックス吉田、2アウトになっています。この回のマリーンズ打線ですが、4球で2アウトになっています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうですよね。ボールになります。さて、バッターボックスの吉田、どういうバッターなんでしょうか。ミートが上手い上に大きいのもいいですから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。まあそうですか。これが4球目。一塁です。バッターは2番に入っている茂木。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。マリーンズピンチになりました。ノーアウトランナー3塁1塁。さあ、そして打席には柳田が入っています。さあ、同点のランナーを得点圏に背負います。しっかり捉えた、落ちたヒットになる。サードランナーホーム。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。いい当たり、ワンバウンドヒットになりました。中継にボールが送られる。バッターラン初球打ち、これはセカンドライナー。打席には6番バッター中村。マリーンズこの回2点を失っています。さあ、試合をひっくり返され、なおも得点圏。打ちました、いい当たりだ、高く上がった。左中間を深めて破るヒットになりました。Bye.